2番、酒井陽介君。ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は認定こども園森山幼稚園、における外部搬入給食について一問一答方式で質問をさせていただきます。本市における学校給食は出来たての温かさを感じることのできる自校方式が特徴であります。ご承知のように今年の秋からは森山南中学校での給食の提供が開始され、来年度からは残りの中学校においても給食の提供が始まります。実際私も小学生の時は毎日の給食がとても楽しみでした。自校方式の醍醐味の一つとして挙げられるのは、給食の時間が近づくにつれていい匂いが校舎全体に広がることではないかと考えております。また現在の給食は市内における公立や一部私立保育園子ども園も学校同様に自園の調理室で調理をされておられます。しかしながら今年度より運営が開始されました認定こども園森山幼稚園については、当初よりお弁当を外部より搬入される形を採用されておられます。先の9月定例月会議においても他の議員さんからこのお弁当の内容に触れられる質問がされていましたが、今現状子どもたちが冷たい給食を食している現状というのをどのようにお考えされているのか、見解をお伺いさせていただきたいと思います。子ども家庭部長。それでは私からは酒井議員のご質問、認定こども園森山幼稚園における外部搬入給食についてお答え申し上げます。森山幼稚園につきましては、女性の就業率の上昇や令和元年10月からスタートいたしました幼児教育保育の無償化等により、3歳児以上のニーズが幼稚園から保育園へと大きく移行している中、森山市子ども子育て応援プラン2020に基づく受け皿の確保方策の一つとして、本市初の幼稚園型認定こども園への運営形態を移行し、令和3年4月から新たなスタートを切ったところでございます。幼稚園の認定こども園への移行につきましては、市街地にある森山または吉見幼稚園のいずれかとし、給食につきましても当初は他の保育施設と同様に自園方式を前提に検討を進めてきたところでございます。この中では園児の日々の活動に必要なスペースを確保した上で、調理室の設置に必要なスペースが確保できるのか、またその際に必要となるコストを検証し、さらには隣接保育施設での調理後に搬入する案についても慎重に検討を進めてまいりましたが、いずれの場合も実施には大きな障害があり、結果として速やかな子ども園への移行のため、3歳児以上の児童に制度上認められている外部搬入方式を選択するに至ったところでございます。なお導入に向けては草津市等の事例調査や給食業者への聞き取り、また試食等も実施してきたところでございます。子ども園への移行する園については、施設が新しく配膳室への転用が可能なスペースが確保できる、また今後も人口増加が予想できるなど総合的な判断の中、森山幼稚園を選択し、子育て支援対策特別委員会でもご協議をいただいているものでございます。なお外部で調理を行う搬入方式におきましては、食中毒の発生防止対策の観点から、厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルにより10度以下で保存することを義務付けられているもので、園においては業者が搬入後に冷蔵庫等で保管するルールとなっております。しかしながら私どもとしても少しでもこの状況を改善すべく、保温効果の高い食感を導入し、10月からは温かいカレーや汁物等の提供に努めており、園児からも温かくておいしい等の嬉しい感想も聞いております。いずれにいたしましても、安全かつおいしい給食が継続的に提供できますよう法令等を遵守する中、これからも最善を尽くしてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。以上答弁といたします。2番、酒井陽介君。ありがとうございます。今お答えしていただいた中になんですけれども、何点か再度ご質問させていただきたいと思うんですけれども、さまざまな状況または障害障壁から総合的な判断として外部で調理を行う
搬入方式を取られているということに関しては、理解ができたところなんですけれども、このまず施設整備についてお伺いをさせていただきたいと思います。この施設整備に関しましては、昨年、令和2年の6月議会においても、子ども園側に際しての質問を私がさせていただいた際に、当面の間というのはどれぐらいの間ですかとの問いに、場所の検討を進めていたが、給食室を作る適地が今はないような状況、給食室については、今後のニーズ量の変化を見ながら、空き教室ができた段階でそこを活用する、給食室を作りたい、このように考えているというふうに今おっしゃっておられました。また子ども園が開園するにあたりましての保護者説明会においても同様の説明、お答えをされておりまして、また今の答弁でも、施設に余裕が生まれた際というふうに答えられておるわけなんですけれども、このまず当面の間というのが、何か具体的な期間、数字として今お持ちなのかというのを再度お伺いしたいと思います。子ども家庭部長。はい、議長。それではただいまの質問にお答えさせていただきます。まず何年後という話は今できないような状況でございます。これは子ども園へのニーズ量が増えている、空き教室が確保できない、当初の検討の中では敷地内に別棟で建てることも検討したんですが、場所が確保できないと、現実的には空き教室が発生したときに自園給食への移行を検討するというふうにしております。で、今現在はすべての教室が詰まっておりますので、今後子どもたちの数が減っていった中で、できるだけ速やかな時期に検討を始めたいというふうに考えているところでございます。2番酒井陽介君。はい、ありがとうございます。ということはこのやる気があるのかないのかというところでは、やる気はお持ちであるというふうな認識でよろしいですか。子ども家庭部長。はい、議長。当初の答弁でも申しましたとおり、私どもとしてはやっぱり自園給食というのは大切にしたいというふうに思っております。しかしながら、環境が整わない中で今、まずは、外部搬入から始めさせていただいたという思いでございます。以上でお弁当いたします。2番酒井陽介君。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。これぜひとも前向きに検討していただく、引き続きになると思いますけれども、検討していただくような形でお願いしたいと思います。次なんですけれども、園児数が先ほどもありましたけれども、園児数が減っていって、空き教室ができるというのは当分先になるであろうという話の中でなんですけれども、自園方式というものが難しい、今現状難しい、無理という状況の中でも、現在の市外に調理施設を持つ業者さんではなくて、例えば森山幼稚園園の近くに調理施設を確保し、そこから搬入するなど、少しでもこの自園方式に近い温かいご飯を提供できる手法というのは考えられていないのかというのを再度お伺いします。子ども家庭部長。はい、議長。先ほど申しました、検討の中では、実は近くの類似施設、例えば森山保育園であるとか、府警保育園、また近隣の小学校、森山小学校からできないのかということは、これは当然検討していたものでございます。業者さんの方からも、例えば1ヶ月程度であれば、これは可能ですよと、ただこれが通年やっていくとなると、かなり難しいというようなご提案がある中で、現在はその方法を取っていないというところでございます。一方で、今現在の契約は1年になっておりまして、今後、毎日200食程度の給食を、年間250日程度、安定的に温かいまま提供できる、例えば近隣に調理施設があって、そこから迅速に調理済みのものが安全に搬入できるというような提案がありましたら、それは私どももしっかりと導入に向けての検討の一つはできるというふうに考えているところでございます。以上でございます。2番酒井陽介君。はい、どうぞ。はい、
このね、まあ、先ほどご答弁にもありましたように、大量調理施設衛生管理マニュアルというもの、こちらをまあ遵守しなければならないルールとして、遵守しなければならないということは、まあ、非常によくわかります。食中毒などを起こしては大変、ということで、よくはわかるんですけれども、でもやっぱりこの冬に冷たいものを提供するということも、これを良しとするのではなくて、せめてこう冬は何かこう、温めるような方策ということを考えていただきたいなというふうな思いがあるんですけれども、今、しがた答弁いただきました中に、給食提供ができる提案等があれば、次の時期に業者選定の総合的な判断をして採用を考えたいと思うというふうにおっしゃったと思うんですけれども、この提案がなければ、されないのではなくて、これできる条件整備というものをする必要があるのかなと思うんですけれども、そこに対してのお考えという見解をお伺いしたいと思います。子ども家庭部長。はい、部長。私どもも今回の導入にあたってはかなり何社かに聞き取りをする中で、最後まで温かいものを提供できないのかというのは当然検討させていただきましたし、業者に聞き取りもさせていただきました。その中で業者にとってみれば、安全安心な食材を提供する、これは命綱でございますので、安易にできますよとは言っていただけないような状況でございました。またその後の検討の中で、最終的には汁物だけでも温かい状態でということで、かなり精度が高い70度以上で保存できるような保温食感を使うことで、せめて汁物だけでもということにさせていただきました。で、今後、じゃあそれ以外の食材をできるかっていうと、かなり難しいというふうに考えております。例えば方策として今あり得るとしたら、食感の中に副食を持ってきて、それを次元で温めるような方法もないわけではないと思っています。ただこれをするとしたら、結局そこで調理をするという状況になりますので、それに必要な施設、また人員、さらには衛生管理上の問題等々を解決しなければならない。でこれについてはおそらく、調理室相当のスペースが必要になってくる。であれば、それは給食を調理提供すると変わらないので、現実的には例えば業者近くの業者で、そういうことが可能な、キッチンをセントラルキッチンを持っておられるようなところがあれば、検討したいというふうに考えておりますところでございます。2番坂井陽介君。はい、ありがとうございます。先ほどもおっしゃってましたけど、やはり温かいカレー、汁物の提供に努めておられて、園児からも温かくておいしいというふうな、嬉しい感想も聞いておられるとのことなんですけど、これはあくまでも一部メニューということで、やはり温かいものが提供できるようになったということはすごくいいことで、いいことだと思うんですけれども、やはりメインの、お弁当のおかずが冷たいままっていうのは、おいしくないとまでは言いませんけれども、やはりそういう声も実際子どもまたは一部の保護者さんから聞いているところでもありますので、少しでもこう何かいい方向に考えられるような検討をしていただきたいというふうに思います。で、次の質問に移らせていただきたいんですけれども、やはり環境が整った上での話にはなってくると思うんですけれども、やはり次元方式と違い、搬入方式ですね、お弁当を搬入するという形では、子どもたちが食べる分量の調整ということができないのかなというふうに考えております。これは子ども一人一人の年齢や体の大きさ等もありまして、食べる量の違いというのはあると思うんですけれども、やはり食べる量でその日の子どもの健康状態であったりというものを把握するという一つの指標にもなるところかなと思うんですけれども、この食べる量に関して今何か対応というものはされているのか、お聞きしたいと思います。子ども家庭部長。はい、議長。はい、ただいまのご質問にお答え申し上げます。まず一つ目ではありますが、
まずお弁当については、お米、ご飯については、これは家庭から持ってきていただいておりますので、これについては、それぞれの子どもの状況をお父さん、お母さん、保護者の方が判断されて、調整いただいております。で、お汁物についても、提供の段階で、3歳児、4歳児、5歳児で差をつけるというようなことはさせていただいています。さらには、それぞれのクラスにおいては、担任等が子どもの状態を判断する中、お弁当からいくつかの食品を抜いたり、また入れ替えをしたりということで対応しておるところでございます。アレルギーについても除去食のところはさせていただいているところでございます。以上でございます。2番酒井陽介君。今おっしゃっていただいたようにアレルギーに関してはもう除去食などの対応をできるということで、対策していただいていると思うんですけども、やはり食べる量というのも子どもたちの発育またはお腹の空き具合等々によっても変わってくると思いますので、このぜひともね、ご飯は自宅から持ってきているというふうにするのではなくて、もちろんご飯は持ってきてもらってるんですけれども、もっと細かい、今おっしゃっていただいたような細かい調整等々を含めて園で、行っていただきたいなというふうに思うんですけれども、この、森山幼稚園において、給食外部搬入の給食が始まったことで、幼稚園、前の幼稚園の時と同じように、園児が庭で園庭で育てた野菜とか果物等々を使って調理を行うようなイベント時に、お誕生日会であったりクリスマス会等々あると思うんですけれども、イベント時にみんなでこうお昼にその園で採れたものを食べるといったことが難しくなったと思います。でこれはコロナのことももちろんあると思うんですけれども、やはりこう責任の所在ですね。 何を食べて、もし体調が悪くなった際は何に原因があったのかっていうのはすごくこれ難しい問題かなと思うんですけども、今後、こういった園で育てたものとか自分たちで、育てたものをお昼の時間に少し食べたりとかっていうことはできなくなっていくっていうふうな考えでよろしいんでしょうか。子ども家庭部長。はい、議長。どの園でもそうなんですが、やっぱ子どもたちの食育であるとか、育ちのためには、農作物を見せるとか、それを食体験の中で食べる、これは十分必要なことだというふうに認識しております。で、幼稚園でもそうですし、森山幼稚園でも今現在もしておるんですが、例えば夏野菜を収穫したものを職員がカレーにしてお昼に代わって提供したり、また近所の方、営農クラブの方が作られたようなものをお味噌汁にしたりおやつにして提供したり、そういうのはこれは工夫の中でさせていただいてます。ただ給食と食中毒の原因がしっかりと分かるように、例えばその日は給食を取りやめると、おかずを取りやめるとか、またそのおやつの時間に出すとか時間をずらすとかという工夫の中なんですが、しっかりとその今までと変わらない食育の取り組みというのはさせていただいているものと、職員の方も頑張ってくれているものと認識しております。以上でございます。2番酒井陽介君。はい、ありがとうございます。ぜひとも公平性というものが担保されなければならないというふうに考えております。よその園ではできるけれども、森山幼稚園ではできない、ということがあってはならないというふうに思いますので、ぜひともその公平性というものを担保していただきたいというふうに思います。そしてまた先ほどから再三申しております、やはりなんとかこう温かいものが提供できるというふうな環境整備というものを業者選定含めて前向きに考えていただきたいというふうに思いますので、以上お願いさせていただいて質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。